両手を離したら何ができるかというと、こういう別のレンズを使って、まあ、撮影すると。皆さん、こんにちは。写真家の太田康です。今回の動画では、スポーツ撮影時の超望遠レンズ、こちらですね。この使い方の方を解説していきたいと思います。私は普段スポーツカメラマンの仕事をしていまして、まあ、こうした超望遠レンズから中望遠、あとまあ標準ズーム、まあ、いろいろカメラやレンズを使い分けながら撮影してるんですけども、今回の動画では特にこの超望遠レンズの使い方ですね、まあ、一脚がいいのか、まあ、三脚がいいのか、あと雲台はどういうものを組み合わせたらいいのかとか、そういうところを解説していきたいと思います。まあ、今回はこの200、400を例にして解説していきたいと思うんですが、基本的には 300mm の3ニッパと 400mm、4ニッパ、あと 500mm の F4 と 600mm の F4、 あと 800mm の F5.6 ですね。このあたりもカバーしながら解説していけたらと思ってます。基本的にこういう超望遠レンズっていうのは今手持ちで撮ってますけど、まあ、短時間でしたらまあ手持ちで撮ることもできますけども、基本的には重たいので、まあ、一脚とか三脚を使って撮影することになると思います。でまずこちらの一脚の方を使っていきたいんですけども、まあ、一脚を取り付けられる場所っていうのはこの三脚、レンズについている三脚座と、あとカメラについている三脚の穴があるんですけども、スポーツ撮影をする場合はこちらのレンズについている三脚座を使用した方が良いと思います。で実際に、一脚に超望遠レンズの方を取り付けてみました。このレンズの横についているこのネジはフリーにしておくと、緩めておく、そうすると、まあ、縦位置、縦横と自由に撮影することができます。でレンズのこう構え方なんですけども、まあ、基本的には、まあ、このフードの下あたりを基本的に添える感じで持つのが一番いいんじゃないかと思います。この辺は、まあ、人の撮り方にもよって、単焦点レンズなんかだと、まあ、この辺に腕を置いてね、まあ、こうやって撮ってる方もいると思うんですけども、まあ、私的にはこの辺がを添える感じがいいんじゃないかなと思います。この辺に置くとですね、まあファインダーを覗いて外をちょっと確認するときに、まあ、左手がちょっと邪魔になることがあるのと、あとこれはこのレンズは200、400なのでズームレンズですよね。そうするとここにズームリングがあるのでズーム操作が必要になると。だから例えば4ニッパとか64とかを使ってでズームに戻った時とかにちょっとね持ち方を変えなければいけないので、普段からこの辺を持つようにしておけばレンズが変わっても、まあ、全部同じ操作で済むかなというふうに思ってます。あとはここのフォーカスプリセットっていう機能があるんですよね。この辺も操作しやすいっていうのと、あとここに初期だと AF ストップボタンだったかな、ここはカスタムで機能を変えられるんですけど、こうしたボタンもありますので、スイッチとかダイヤル、あとズームリング、全てが操作しやすいのがこの辺に手を添える、まあ、メリットかなと思いますので、まあ、こんな感じのスタイルで撮影するのが一番いいんじゃないかなと個人的には思ってます。ここにね、自由雲台をつけた方がいいんじゃないかと思われる方もいるかもしれませんが、基本的には一脚に対してはここの三脚の三脚座ですね、ここを直接つけます。で一脚自体がかなりこう自由な動きができるので、まあ、上下、あと横ですよね、あと縦位置で撮りたければこういった形にすれば、まあ、ほぼ自由な撮影ができますので、基本的にはこのスタイルでスポーツ撮影の場合はいいんではないかと思ってます。で自由雲台は
まあ、正直言うとあまり一脚とは相性が良くないです。まあ、一脚自体がかなり自由に動けますので、その上にさらに自由に動ける重運台をつけるとかなりギクシャクした動きになります。ちょっと試しに重運台も使ってみたいと思います。はい、というか重運台につけていましたが、ちょっとよいしょちょっともうこんな感じですね。もう上に乗せられない。よいしょ、まあ、ちょっとここのネジを締めて固定する感じかな。これだとまあ使えないことはないですね。ただどうなんだろう、使いやすいんですかね。まあ基本的には自運台はあまり相性が良くないんじゃないかなとは思いますが、ここを締めておけばまあ使えないことはないですね。ただし縦位置はこういう形になるので、ちょっとよっこらしょと表に、横位置で取るときと縦位置こういう感じになりますよね。重いですねそのたんびに起こさないといけないので、まあこういう感じの自運台の使い方になるかなとは思いますけれども、どうなんでしょうね。まあ基本的にはこちらの、まあ一脚を使って、まあ、ここを緩めておいてあげる、これで自由な動きをして写真を撮っていく方が、まあ、使いやすいんじゃないかなと思っています。で、例外として、まあ、自由運台が合う場合ですよね。そういう場合もありまして、それはこういう、標準ズームレンズで撮る場合ですね。この場合はカメラの三脚にの穴に、まあ、直接つけていくことになるんですけれども、まあ、こんな感じで自由運台で撮れば、まあ、疲労軽減とか、まあ、そういう感じには使えるかなと思います。縦位置、横位置、縦位置と、まあ、書いてあげられる自由運台でしたらできるけども、一脚をそのままここのカメラにつけた場合は、まあ、例えばこう自由運台を固定した感じになるので、ちょっとね横にしたらもう斜めになってますよね。これが自由運台だと、まあこういうふうにすれば水平を保ってくれるので、まあカメラに直接つけなければいけないときは、まあ自由運台の方が使いやすいかなと。固定されてると、まあ横位置とかもねこんな感じになるんで、隣の人をどついてしまいますよね。まあ縦位置はこんな感じで撮るので、まあこういう場合はまあ自由運台を使った方がいいかなと思います。次に三脚を使った場合のスポーツ撮影のやり方の方を説明していきたいと思います。まず三脚を使う時の注意点としては、そこの会場が本当に三脚を使っていいのかっていうところを確認した方がいいと思います。結構場所を取りますし、置いた後に一脚ですと、まああんまり自分が座ってる場所とか立ってる場所だけで済むんですけど、三脚は座って例えば目の前に置いたとしても結構足狭くしても場所取りますよね。でさらに右も左もこう取らなければいけない時は体も動かしますので、あくまでねこう一脚の場合は自分の好きなところに一脚を移動することができますけど、三脚の場合は三脚に合わせてこう移動することになるので結構横に動きます。ですのでちゃんとそこを三脚禁止か使えるかっていうのは、まあ、事前に確認しておいた方がいいと思います。結構お客さんの入るスポーツ撮影会場とかでは、三脚はもう客席では禁止の場合が多いと思います。で三脚を使う場合なんですけども、まあ、こうした、まあ、スリーウェイ運台という運台を使っておくと、まあ、いいかなというのと、あとあんまりないんですけども、まあ、こういうねエレベーター式
のギア式ですね。ギア式の、三脚だとまあ便利かなというふうに思います。で、スリーウェイ運台っていうのは、まあ、こういうふうにパン棒がまあ3つあって、まあ、それぞれこれ水平方向ですよね。で、これが手前と、まあ、上下方向。あと、まあ、あと水平方向ですね。この3方向を、まあ、それぞれ独立して調整できるという運台ですね。他に、まあ、ギア運台とか自由運台とかあるんですけども、このスリーウェイ運台が一番使いやすいと思います。で、三脚を使った方がいいのか一脚を使った方がいいかっていうのは、例えば800ミリなんかはもうかなり大きく重いので三脚を使った方がいいと思います。で、三脚も、かなりがっしりしたもので、運台もちょっとこれだと小さいかもしれないですよね。まあ、これ、まあ、ここまでごついのにするかは迷うところですけども、800ミリとか使うんでしたらしっかりした三脚を使った方がいいと思います。800ミリになるとかなりこう画角も狭くなってくるので、ちょっとしたブレも大きなブレになってくるわけですよね。そうすると一脚よりはやっぱり三脚とかの方が安定して撮れるかなと思います。個人的には600ミリまででしたら一脚でもいいかなというふうに思ってます。で、実際三脚にレンズの方をつけてみました。これも一脚と一緒で、このレンズ側についている三脚座につけます。あと、三脚を設置した時に一番最初にやらなければいけないのがこれですね。この水平出し、これを、まあ、この横の水平を調整できるパン棒でまず調整していきます。で、調整できたらきちんと締めておくと、まあ、こうして水平をきちんと合わせておけば、こういうふうにね、どこを取ってもきちんと水平で撮れると、まあ、スポーツ撮影こうね、ちょっと斜めてたりすると格好悪いですので、まあ、野球にしてもラグビーにしてもサッカーにしても、まあ、他の室内競技とかもね、まずね、これで水平をきちんと合わせることができると。で、あとはここのこの横方向のパン棒ですよね。これは緩めておきます。まあ、実際こういうね、あの棒が3つある運体だとちょっと邪魔になるので、まあ、今回はちょっとこれ外しておきましょう。はい、これでかなりすっきりしましたね。まあ、本当はこういう横方向だけ長いパン棒じゃなくて、こういうね、つまみになっているものを選んだ方がいいかもしれないですね。はい、あとはここの手前のパン棒を緩めてあげると、こういうふうに上下も動かすことができると。これで水平は常に保ったまま上下を取れると。で、さらにここの三脚座のネジを緩めておいてあげれば縦方向も取れると。こういう感じですね。縦横でいろんな芯を、まあ、水平を取ったまま狙うことができると。で、少し上上下に動いてもこのように狙うことができると。で、三脚を使う時のメリットは、まあ、やっぱり疲労軽減という感じですよね。まあ、サッカーとかの試合1試合ぐらいでしたら全然一脚でもいいと思うんですけど、例えば朝から夕方ぐらいまで撮るとか、1日4試合ぐらい撮りますとか、そういう時はやっぱり一脚だと疲れてくると思うので、まあ、三脚ですとかなりね、一脚以上に疲労という意味では軽減できるかなと思います。で、もう一つのメリットは、ここのね、手前のパン棒をこう締めてあげれば、まあ、両手がこう空きますよね。まあ、一脚ですと構えてるものを、まあ、地面に置いたり、まあ、肩に担いだりしないといけないんですけど、三脚の場合は、まあ、取ってる時はこれを緩めてあげると。で、取らない時は締めてあげると。
ということで、まあ、両手を離すことができると。で、両手を離したら何ができるかというと、こういう別のレンズを使って、まあ、撮影すると。だから遠くはこの 400mm とかで撮っておいて、近づいてきたら 70-200 とかに持ち替えて撮影するということができると。そういうのが三脚を使う際のメリットかなというふうに思います。はい、ということで今回は超望遠レンズの使い方ということで、ご説明させていただきました。これからスポーツ撮影をやっていく方とか、超望遠レンズをどういった形で使っていったらいいかなっていうのが迷っていた方の、まあ、参考になれば嬉しいと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。良ければ高評価、チャンネル登録の方お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。